三越レイジシリーズは中山七里による日本の推理小説のシリーズ。どんな罪状であっても負けない悪辣弁護士の三越レイジが奔走するリーガルサスペンス。講談社より2011年12月から刊行されている。講談社からは三越芝弁護士シリーズ、または食材の総明曲シリーズ、テレビドラマを制作した東海テレビからは弁護士。 ミコシバシリーズと呼ばれている。2015年にシリーズ第一作、食材の聡明曲がワウワウでテレビドラマ化された。また、2019年から2020年にかけてシリーズ第一作、食材の聡明曲から第四作、悪徳の林部局までを原作とする悪魔の弁護人、ミコシバレージ食材の聡明曲が、東海テレビ制作、富士テレビ系でテレビドラマ化されている。 2015年1月24日から2月14日まで、ワウワウの連続ドラマ W 枠にて、食材の聡明曲のタイトルで放映。シリーズ第一作、食材の聡明曲を原作とする。主演は、三上博史。2019年12月7日から、東海テレビ制作、フジテレビ系の、大人のドドラ枠にて、悪魔の弁護人。 三越バレージ食材の聡明曲のタイトルで放映。シリーズ第1作、食材の聡明曲から第4作、悪徳の臨舞曲までを原作とする。主演は、金目淳。ありがとうございます。